I'm four time champion アーネスト・ホースト。昨年の劇的な優勝で自らの優勝記録を4に伸ばしたミスターパーフェクト。37歳、みなぎる闘志は健在。ここに来てますますパワーアップしている。ホーストの最終目標、それはなんと8タイムズチャンピオンになること。 Not one, not two, not three, four times K1 チャンピオン。ブラジル立ち技最強の男、ジェファーソン・タンク・シューバー。早くも始まったワールドグランプリ予選、その南米大会を制した危険な男がやってきた。もともとはバリーフィルダーでムエタイの達人でもある。その武器は戦慄の膝攻撃。本家バンタレー・シューバーの膝よりも強いとの噂。ニューカマーに弱いホーストはいかに戦うのか。これぞ熟練の妙、匠の世界をとくと味わえ。皆さん、私をもっとリスペクトしなさい。 I am the four times champion. Don't forget. 忘れないよ。ネストブーストVS キャプテン・タンク・シューバー。これが4度のグランプリ制覇を成し遂げた史上最強の王者、 K1 4タイムズチャンピオン、アーネスト・ホーストの入場です。 K1 に君臨する完全なる王者、アーネスト・ホースト。ミスター・パーフェクトと呼ばれ、精密機械と称された男。そんな冷静沈着なホーストの心が盛んに挑発を繰り返すボブサップに怒りに染め抜かれていた昨年のグランプリ。ホーストはかつてないまでに凄まじい戦いを見せました。勝負に勝ったはずのボブサップの右の拳は破壊され、トーナメント続行不能。奇跡の敗者復活を果たしたホーストは準決勝ではレイジェフォーの右足を粉砕、決勝でまみえたジェロム・レバンナの左腕を打ち砕き、ついには4度目の頂点をつかみ取りました。サップの前に一旦は初戦敗退。しかし引きずり込まれた地獄をも攻略してしまったアーネスト・ホースト。誇り高き王者のプライドを汚す者は許さない。屈辱への怒り、勝利への執念、感情のリミッターを外したミスター・パーフェクト。ホーストはこう語りました。私はまだ強くなれる。K1 4タイムズチャンピオン、いよいよ始動。4の頂点に立った者の力を改めて見せてやろう。アーネスト・ホーストリングイン。青コーナー、190センチ、 95.0kg、 K1 ワールドグランプリ2003世界地区予選ブラジル大会優勝、ジェファーソン・タンク・シューバー。 K1 初参戦、ブラジル立ち技最強の男、ジェファーソン・タンク・シューバ。赤コーナー、189センチ、 108.0kg、 K1 4 times チャンピオン、アーネスト・ホースト。 I'm 4 times チャンピオン、アーネスト・ホーストです。レフリー島田裕二、ジャッジ後川俊之、中川圭介。昨年2002年を取ったのがこのホーストでした。結局トーナメントでは勝ったサップも無傷ではいられなかった、谷川さん、はい、結果去年はこのホーストを止める者は誰もついに出てこなかった。そうですね、そういうことになるわけですが、本当に37歳としてもう本当に20期に入ってるんですけど、はい、まだまだ進化してるって感じですよね。この7月で38歳ですからね、さあしかし相手はジェファーソン・タンク・シューバ、これ初参戦なんですが、すごいいい目してますね。気合入ってますね。気合入ってますよ。さあ4タイムズチャンピオン、2003年の初戦は初参戦のタンク・シューバが相手。ラン・バーン。さあ第1ラウンドの開始です。今グローブを軽く合わせました。まずはタンク・シューバから。そうですね、左の服そして右の服コンビネーションから入っていきますタンク・シューバ。先月K1 のブラジル南米予選をやったんですけど、そこがチャンピオンで、はい、本当に南米の K1 の最強の男なんですよね。
で、まあ、タイプとしてあのプライドに出てるバンダレシーバーをちょっとヘビー級にした感じで、はい、まあ、典型的なムエタイファイターなんですけど、さあ、アーネストホースト、このムエタイファイターをフォータイムズチャンピオンのホーストがどうやってかわしていくか。まあ、ノリカさん、はい、このホーストがですね、今年も当然、まあ、優勝の最右翼であることは間違いないでしょうね、やはりね。そうですね、あの私たち4度目チャンピオン、4回のチャンピオン、4回のチャンピオンと言ってますけど、本当によく考えたらすごいことですよね。もうリスペクトをもうせざるを得ませんよね。過去10年の歴史の中で4回も頂点を取ってきたアーネスト・ホースト。あとは右の膝が入った。しかしホーストもちょっと顔をしかめています。ホーストにもあの膝が入ったんですね。ちょっと下腹に入りましたか。相手は膝が武器です。ホーストは落ち着いてますね。そうですね、ただホーストもう右の半球にシンクラッと打ちました。そして捕まえて左の膝、ホールドからの 膝は1回しか認められておりません。まあ、ホースト選手ですね、ちょうど2週間前のお父さんが事故で亡くなられて、はい、まあ、ちょっと精神的に、あー、ホーストの右カウンターの右、しかし倒れた直後タンクシューマもそのまま戦う素振りを見せました。シューマはちょっと上がってるでしょうね。あ、まだそうですかね。ただチャンスです、ね、チャンスです。ここはホーストチャンス。さあ、ホーストの餌食になるか。フォータイムズチャンピオンアーネスト・ホースト、2003年の初戦、まあ、最後ちょっとタックルみたいなことしたんですけど、左ボディ来ましたよ、ボディが。左ボディです。あのサップからダウンを奪ったホーストの左ボディ、そしてミドルキック。あ、ホーストがちょっと、ね、あのフィニッシュにかかってますね。もう一目にかかってますかね。まだ1分残っています。ちょっとひざまずきましたが、これはダウンではありません。効いてますね。しかしこの第1ラウンド、すでに1回ダウンを奪われている初参戦のタンクシューバー、右ホーストが距離を詰めていく。左アッパー。さあ、ホーストがもうフィニッシュにかかっている。左ボディの立っているのがやっぱタンクシューバー。ブラジル立ち技最強の男と言われているタンクシューバー、しかしもう勝っているのがやっとかもしれません、はい、右のローキック、左ローキック、世界を取ってきたホーストのローキック、追い詰めて右のストレート。さあ、もうフィニッシュは時間の問題か。右の膝上がりたい、それもタンクシューバー、これ効きましたね。続いてましたね。完璧でしたね。まあ、そして弟に、ね、捧げる勝利みたいな感じでしょうね。天に拳を突き上げた第4試合、3月の1日に弟さんを不良の事故で亡くしたアーネスト・ホースト、その悲しみを乗り越えての参戦でした。その弟に勝利を捧げたアーネスト・ホースト、1ラウンド終了を待たずして試合を終わらせました。いや、長嶋さん、はい、これはもう完勝ですね、ホーストもね。もう最初からなんかホースト選手の、ね、ペースでしたね、右が当たってからもう終始圧倒したっていう、もう一目にかかってたっていうのが見えて、はい、まあ、でもそれにしても、そしてマイクを握りました。I wanna dedicate this fight to my brother Andrew. He died 3 weeks ago in a car crash. This fight I did for him. Andro, mi sa ta kiere mi, mi ja, mi sa ta tiki ja, ati drape. Mi sa ta altijd yo tanang mi. Andrew, I know you see me. I'm always with you. You're always with me. I love you. Us. この勝利を3週間前に交通事故でお亡くなりになりました弟のアンドリューに差し上げたいと。アンドリュー今見てると思いますけど、いつも一緒にいてくれてありがとう。愛してるよ。とのことです。選手退場。交通事故で亡くした弟のアンドリューさんで、今天へ勝利を報告したアーネスト・ホースト。まあ、私に挑むのはまだ早い、そう語るかのようなホーストの完勝でした。もう
これは谷川さん見事でしたね、はい、見事でした、いやね、ブラジルのシューバーもですね、そんなに僕は弱い選手じゃないと思ったんですけど、はい、ホースが強すぎますよね。タンクシューバーにこれ全く何にもさせませんでしたね、はい、この右で効いちゃいましたよね、はい、1ラウンドに2回のダウンを奪った4タイムズチャンピオンのアーネスト・ホースト、相手の膝を封印して自らも膝を出していったアーネスト・ホースト、そしてフィニッシュは左のボディでした。ボブサップを倒したボディですよね。そうですね、見事ですよね。今年12月東京ドームで、これは5度目の制覇も夢ではないかもしれません。アイムフォータイムズチャンピオン、2003年の K-1 スタートアーネスト・ホースト、完勝で飾っています。